ぜひお疲れ様です。なんか最近なんか何レギュラーレギュラー急に呼ばれたけど今日は何ですか。な何気が来たよ。何いやまあ何撮ろうかなと思ってとにかくね、まあ、動画撮ろうかなと思って今日の企画はですねこの3名同級生の3名に経営者やってるわけでしょ。3人ともまあ、一応はい、やらない。もう一回ね、初めて見る人と思うけど、ただの柄悪い同級生がなんでこんななんか4人で並んでやっととんなってなってるんで、まあ左から、はい、まあ某ね、うちのチャンネルで1万再生数いった200万再生も超えとるけど、すごい。うん、あの坂本ちゃん、はい、うん、お願いします。仕事は改装業です、ね。改装業だよね。だってあの重機とか運ぶ会社だね。そうだね。はい。じゃあ真ん中の人は。真ん中の人です。西村です。西村です。どこですか。緊張しちゃうよ。何ですか。職業は。建築屋ですね。まあリフォーム会社。リフォーム会社。リフォーム会社だけど今ちょっと不動産もやり始めて、うん、大きい物件買うみたいよ。あんまり。うん、何千万の物件買うみたいよ。おお。やる。はい、でまあ向こうの人はただの遊び人ただの遊び人間違ってない。間違ってないですね。職業は。職業は、遺品整理をやってます、うん、と居酒屋だね。居酒屋店で取らしまった、はい、鳥匠中川君の、まあ、ちょっと貼っとこうか、はい、なんでこの3人にちょこちょこコメント欄来るんですけどやっぱ経営者じゃん服装チェックとかしてほしいで服装チェック兼カバンチェック兼カバンチェック兼服装チェック兼カバンチェック兼さらにサイズチェックいってみたいと思います。なんでなんでなんで中身ってこと。中身でしょ社長気になるやん。いや偉そうな社長ぶってさ酒飲んどるやんいつもおいとか言って女に汗かいてた。ちなみにここ全員同級生やな。同級生です。お同級生今日この場でお前も丸裸で誰が行く誰が行く、まあ、じゃんけんで、まあ、不幸やなしてじゃんけん何をやんの。もう全部チェック服から何から全部チェック服からチェックそう服大事。ちょっとおしゃれなやつ着てみてるやん。お前が YouTube 撮るとき絶対髪型セットしてくるやん。あとはここへ行こうと毎回電話すると今日動画撮れるとか言うと床屋行く時間ないわ今日は、まあ、床屋はいいって別にみたいな感じやん。じゃあ不公平なしじゃんけんか。じゃんけんいこうか。負けたやつから男気からいく。男気でいく。男気でいこうか。男気でいいよ。はい、男気じゃんけん、じゃんけん、ぽいおぉ、さすが強い、さすが強い。じゃあ、まず服から紹介してよ、じゃあ。服から紹介して、はい。あ、これあれだね。俺これ一緒のやつ持ってねえか。 D スクエア。うん、D スクエアだよね。後ろちょっと見せてよ。いかつい。うわ、かっこいいじゃん、これ。すごい。これかっこいいわ。かっこいいでしょ。うん。でも、筋肉すごいもんで、入る。そう、全然入る。全然入る。いいね。タイトに履きたいもんで、うんうん、もうこの D スクの。うん。セクシーツイストってやつ、うん、また女性のインスタインスタやっとるでね。インスタコメント入れてください。お願いします。はい、ちょっとねカットが入りましたね今日は。ああじゃあ続きがすいません。クロムハーツのベルトです。おそうだよね。これこれ高いでしょ。これ10万ぐらいでしょ。これ16万ぐらいします。すごいね社長。あ好き好き俺だって酒飲まんじゃんね。これ鍵もなんかこれ、特殊な鍵はこれ、何これ、あのただのルイヴィトンじゃん。ルイヴィトンのキーケース、あのキーホルダー。もちろんもちろん本物でコピーとか最近ハーレー買ったんですよ。あマジ、はい、最近ハーレー買って、まあ、そう鍵とハーレーの鍵なんかちょっと安っぽいな。安っぽいでしょ俺もそんな鍵だと思う。すぐハサミで取る、うん、すまいそうやあでこれルイヴィトンのやつこれいくらするの。これ4万5千ぐらいかな。そんな安い。うん、そんな高くない。結構かっこいいねこれだったらね、うん。でね、これが T シャツがこれバーバリーです。あバーバリーのバーバリー、うん、バーバリーブレイブみたいなブレイブみたいな感じだった。バーバリーバーあバーバリーそう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 。あー腕のバーバリーだね。そう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 バーバリーの。はいちょっとちょっと時計もいいのして。これロレックス。これはロレックスですね。これ何。これデイトナ。うわいくらするの。これ150万。すごいね。うっそう。ちょちょちょもう紹介が容器あるわ。また指輪も容器ついて。鳥だろ。鳥だ。締めだったね。締めだったねこれ。出たね。もう多分カット入るよ二人。多分二人カット入る二人。指輪は何なのこれ。指輪はこれはちょっとねメーカー忘れたんだけど、うん、まあダイヤが入っとる。
でこっちはクロムハーツ、俺クロムハーツが好きなの。金があるの？クロムハーツの。クロムハーツのこれ22金って言ってあの純金のやつで、高いよこれ。ダイヤが入っとってさ、これ高いでしょ。これうん時計より高い。そう、本当マジマジそうでしょ。マジで150万以上、うん、いやでも10万ぐらいしか変わらんけど、160万なんだけど。嘘、うん、だけど時より高い。これが差が持ち上がるでしょって。マジで俺がつけたらもう取られないよこんなんしとったらもう確実に腕ごと持って帰るでしょ、これ。本当だって。あんたがしね、さ、おっちゃんしてるもんね、いいけどね。もう鍛えなあかんわ。これ160万で。で、こっちがルイ・ヴィトンのブレスレット。うん、あ、これ高いね。これでも実は安い。4万円ぐらい。あ、ほんと、うん、へぇ。こっちの方が高いかな。これなんなの？これもクロムハーツ。もう一個つけてない？下も。クロムハーツのタイニークロスと。やばい、総額。これだけで80万ぐらい。これも金なの？これ。これも金、これも金。あ、今クロマーズ金やん。金やん。シルバーしかなかったじゃん。うん、でシルバーと金の こっちの金の方が高いんだまた。これも60万とか。本当、うん。これが20万ぐらい。あ、一個一個別でセットじゃなくて。そうそう。でこのもうこれでいいんじゃない？これでもう終わっちゃうよ。もうこれでいいんじゃない？もう一個あるでしょ。うん、ツイストってやつもこれも別売りで。うん、これも20何万。全部別々でセットみたいな。うん、プラモデルみたいな。で、そのもう一個しとるでしょ。もう一個しとるのはお守りだったらどうするんじゃん。お母さんにもらったお守りとか。これ何これ何これ。自分が9月生まれだもんで、ノンブルっていうブランドの25万ぐらい。そうでしょ。ピアスもしとるでしょ。あ、ピアスはこれね、コディ・サンダーソンって言って、まあ3万円ぐらいの、うん、3万円同じ頃一つ。嘘でしょ。3万円ぐらいのコディ・サンダーソン。そんなもんしとんの。いつも好きなんだね。で、服好きなんだ俺で、靴が、あれがベルサーチ。あ、ベルサーチ、あ、これね、はい、もっともっと、うん、まあ、あとはもういらんだろうないって2人ともあとはない。あ、靴見られるってナイキだね、これね。そうです、これがベルサーチの靴で。マジこれもう坂本ちゃんが履いてそうな靴だもんね、なんかね。どれごっついもんね、ベルサーチ。なんかガンダム出ますみたいな感じの靴しとるもん。よくこういうの履ける。似合うでいいわね。似合うでいいわ。一回ちょっとタワシ履いて、履いてあかん。え、どうぞ。臭くなる。いい？全然いいわ。一回ちょっと履いていて、履いていて、タワシが履いたらどうなる？でけえ。ごめん、でかい。めちゃでかいわね、タワシ。ちょっと、いい？履いて、いい？何これ。ちょっと両方入って、両方入って、ちょっと上がしようって舐めるよ。俺は何今日おかしいな。おかしい、あれでしょ、金髪のお母さんがおる小学生でしょ。確かに。やば。でっかくする。でかい。やばこれ。これ何、今日は何なのこれ。これ何なの。もう坂本ちゃん一人で勝ちやん。いやいや、これが趣味だもんでさ。うんうん。じゃあもうカバンも行こうか。あ、カバン、もうついでカバンも行きます。うん、カバン行く。でも本当そのままで。これも軽くルイ・ヴィトンでしょ。ルイ・ヴィトンだね。うん。軽くこれ2、30万するよね、多分ね。これ25万ぐらい。うわー、高っ。で、俺が好きなこれブランドのウノピーノっていうブランド。あ、またこういうのがおしゃれやわ。ちょっとね、ここでいいでね。ルイ・ヴィトンとかじゃなくて、うん、でこれもルイ・ヴィトンの名刺で。そうです。これなんだ。それはあの、もらった名刺を入れる、うん、あ、お客さんがもらったやつをもらってんだ。そう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 。あ、一応、あ、別にしてんだ。こっちが自分の名刺。あ、俺一緒に入れてるもんね、うん、これもだってあれでしょ、これのあなた、そのなクロマーツ、クロマーツでしょ、ネックレス、クロマーツでしょ。そうそうそう、そう、結構するよ、10万ぐらいでしょ。いや、もっとするでしょ、これ25万ぐらいです。嘘でしょ、うん、25万ぐらい。本当にこれは本当になんでそんなだけで牛一頭買えるやんけ。本当にそれ持っとるのすごいね。すごいね。で、偏頭痛持ちなので、ロキソニンを。うんうんうん。結構きれい。すみません、あとマッサージ機も。何これ？なんでこんなもっと。いや、マッサージです、マッサージ。まあ、こんなもんです。あと、本当に中身。なんでこんなもってんの？マッサージ、マッサージです。何のマッサージ？肩のマッサージ。こんなもんできない。ちょっとテストしてみるわ。テストしてみるわ。気持ちいいわ。気持ちいいわ。財布なんだもう。財布、ああ、見たい見たい、金額見たい見たい見たい。あ、じゃあ。もうなんか、もうお腹いっぱいだよね。俺も、いやいや、結構入っとるでしょ、お前。何もカードもめっちゃ入っとるけど、まあカードはちょっとやめとこうかな。まあ、うん、カードはじゃあ、怪しいですね。現金だけで。結構入れとんね。現金抜いてきますね。うん。現金抜いてきます。結構入れとんね。18、19、20。1、2、3、10万円入っとるわ。
まあ見えてる。記録に残ってる。25？ 24か25ぐらい入ってる。だってこっちのセンサー入ってる。どんな？めっちゃこっちとあの会社の。あ、まあまあ1万円ぐらい。何これ出入っとるじゃん。1万円札でしょこれ。うん、そうそう。これちょっとあの記念のお金っていうか。3、5？ 海外のお金だったり。すごいね。外国の人結構いろいろ種類あるんです。そう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 、まあこう帯があったりとか、海外のお金で2000円札って珍しいもんで、2000円札を2枚持ってます。あと古い方の1万円札、あ古いやつ、これは結局総額いくら？70万円プラス1000円札があるから、ね、70万円あるよ、ね、70万円な、何これ、もっと価値あるやつ、これ、あの、いや価値はないよ、そんな、ただの本当に海外のお金だとか、ちょっともうあるか。すごいね。カードは、カードはあんまり使わんの？カードは全然使わん。カード派だよ。カード使わんのだ。カード使わんもんで、こう全部現金で。あ、そうなの？マジ？うん、すごいね。ねえ。あ、楽しかったな、今日。いや、もう長いっぱいだな。もうこんだけです、僕は。すごいね。いるあれはね。もういらんよ、もういいよ。いらん。もう視聴者は多分ここで再生維持。じゃあもう2人セットでやろうか。いや、加点でしょ、2人セットで。いや、勝つ点って。いや、勝つ方だけど、いや、まずファッションチェックから行こう。ファッションチェック。いいいつも半ズボンの男でしょ、マスレ。あ、でもこれあれじゃん。ラルフ、ラルフだね。ラルフだけど。いいの履いてんの、お前ただの半ズボンじゃねえんだな、これ。これがね、大体80。赤のれんとかね、これ赤のれんとかで買っとんのかなと思ったんだけど。勝てません。ありがとうございます。嘘。あ、でもこれ服は何？ちょっとおしゃれ。テクソショップみたいなところあるんだけど、あの、あそこ。あー、ツレツレフェイジャーってこと。そうそうそう。俺、これ、ここ結構本当に、何ていうメーカーあった？セレクトショップ、いや俺、いや俺本当に良かったよね、免疫のね、免疫じゃない、栄か、うん、セレクトショップでいろいろブランドがあって、なんていうブランド、何言うのね、考えろお前、考えろお前、エストネーション変えたるやないか、エストネーション、まあ、エストネーションのあオリジナルのやつなんだ、ここいいよ、結構俺、連れてもらったんだ、この間、はい、結構いい服、ね、文句屋とかも置いてあるしね、はい、はい、そうです、なんでそう、もうチーンってやつ、生地がいいね。靴下はこれ、これね、これ夜のやつ、これはね、ちょっと結構兼用のやつ、男女兼用、男女兼用、嫁と兼用、だからこれ、ね、ネックレスしとるね、出したよ、プラチナ、これプラチナでしょ、これいくらするの？3、40か、40万か、なんか出ないで、いじられてるんだよ、なんか出られたくなってきたな、これ、ね、指輪が高そうじゃない、あ、指輪、なんこれ、指輪ってやったの、そのあれだよ、やっとここ聞いてくれたみたいな、あ、これ、ブシロンかなんだ、あ、ブシロン、いくらするっちゃったっけ、50万ぐらいで、何やばい、ちょっと、この野郎、はい、ありがとうございます、カバン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 チェック、カバンチェック、いい、開けていい、あ、いいよ、買っていたんすよ、これはいいよ、別に、これフェンディね、フェンディだよ、これ、これフェンディだね、フェンディがあるでしょ、なんか10万以上買ったら、ただでもらえる、違う、あ、これ、マイク、タバコね、タバコね、何も入ってない、何も入ってない、なんなのこれ、雨だわ、なんもねえの、なんもねえよ、うっそ、携帯ね、なんか俺ゲラ悪いやつみたいな、なんか今当たってさマスクとね、そう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 、まあこれ、まあ、シンプルだね、なんもない、なんもない、ちなみにこのじゃあ iPhone 7なんでしょ、これ8だ、7だってめちゃくちゃ、そんなの通じんでしょ、全然聞こえんじゃん、あ、確かに、もしもしこんなやつ使っとんだこいつ、金持ちなの、いやいや全然、金持ちなの、財布開けていい、あ、いいけど、カードから、カードから、あの、ダミニーカードなんで、違うわ、扱いが違うな、扱いが違う、おー、でもまあまあ入ってない、入ってないね、いい、だし全然いいよ、全然入ってない、全然違う、もう坂本ちゃんとったやつ、視聴者なんで、3入っとるじゃん、なでもな、うん、な3の4なんで7万入っとるよね、7万だよ、立派だよね、12じゃね、10分の1だよ、だけどこんな今の時期なんかさ、飯屋もいかんじゃんね、それ全モザイクですよ、全モザイクなんかかっこいいクレジットカードとかないの、ないないない、なんかああいうのあるじゃん、アレックスのプラチナとか、プラチナじゃない、これだってあれだもん、どっかのあれだけど、あれもプラチナじゃん、ボロボロだよ、ボロボロ違う、ボロチナム、ボロチナム、ボロチナム、プラチナム、はい、そんな感じです、ボロチナム、はい、うわー、つまらなかった、そりゃそうだろ、これはこれ、一発目でデカすぎます、はどこアメリカなの、最後ボッテカです、あ、ボッテカだよね、あー、ボッテカ、また身を選ぶところがさ、正しっぽい、はい、しゃ、結構派手な服好きじゃん、はい、はい、しゃ、じゃあ、キノピー行こうか、キノピー行こうか、これじゃあ上着もなんかちょっとおしゃれ、
一応もでもキノピーは俺らのそうだよね、おしゃれ代表みたいな感じだよね。ああキノピーおしゃれだよ、ちょっと大きめの服着て、うん、で俺これキノピーに言われたの、体型がすげえよく見える、大きい服着ても似合うじゃん、うん、俺さ、はい、大きい服着るとただのなんか似合うおっさんみたいになるんだよ大きめを着るんだよね、この人なんかさ、ほんほんほんでどんどんいつも、そうちょっと凹ましてるで、これは、ね、どっかのメーカーなんですよこれ、自由あ、ほんと逆にそっち逆にそっち自由に見えるでも、これは繋がってんのこれ繋がってない、あ、これだけで着てんだ、で、相手大きいの着て、俺言われたから大きすぎた方がいいんだよね、そう中途半端にワンサイズ大きいやつ着るもんね俺みたいにダサくなるでしょめちゃめちゃダサいもんね、なんか俺着ると、はい、あいつ見て何やっとんだろう、ね、あれ着てるもんもう終わっとるよお前あれだろ、坂本ちゃんの財布狙っとるからあそこでさ、坂本ちゃんの後もむちゃくちゃ恥ずかしいんだわ、あだからね、ズボンはズボンはこれ、でもおしゃれじゃん、ズボンね、後輩の44でこれ派遣で、後輩がやってるセレクトショップ、うん、後輩がやってるブランドもよくわかんないんだけど、うん、後ろもいいですか、まあ高くないけど、まあファッションでおしゃれみたいな、うん、あまた違う、坂本ちゃんと違うおしゃれ路線でね、恥ずかしいわあ、僕財布持たないんですよ、これね、これはブランドなんだ、これこれニューエラ、そういうのもそっち行く、おお、いい、あげていいよ、これ財布、これ、いや、薬薬、そんなに薬入れとんかよあ、でもちょっとおしゃれだね、ちょっとこんなおしゃれ風な感じの、あー、なんかね、こういう人おるおるおるなんか隠しよう、隠しよう、隠しよう、こういう人おるおるおる、現金、まあ、笑うか、現金、あ、これ、あ、現金ここに入れてんの、現金、あ、こん、あ、結構入っとるじゃん、入ってない、入ってない、あ、ここに入れて4万7千です4万7千、はい、4万7千、あんま一番少ねえか、はい、いやでもカード使うでしょ、んカード、あーカードでしょ、じゃカードだってまあまあいいやつ持ってたでしょ、なんでカード現金使うの、これすごいじゃん、何それ、これすごいこれすごい、これスタバカードだもんね、もうおしゃれなんか持ってるんですよこれで俺インスタで写真あげたおしゃれさすがスタバでないカードポイントが高い、あ、これねアメックスのもう手が硬い、チタン、チタン、そう、チタン、うん、チタン、マジすげえ、普通に硬いし重いよね、まあ、これね、ブラックがある、まあ、ちょっとモザイクかかってたかもしれない、こういう感じです、皆さん、すごい、あとはちょっと、おい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 おっさん、ちょっと突っ込むのはいいけど、あとでちゃんと怒ってあげるからダメだろとか言ってあげるけど動画がかぶるね、怒らない、じゃあ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 ないね、他になんか面白いのないの、ほんと、そんな感じです。あ、まあおしゃれな感じ。はい、でお前が何？俺のただし、俺のカバンの中あさって。じゃあ何が俺嫌だって？金うんぬんよりもカバンの中汚いよこれなんだもん。むちゃむちゃ汚いよこれ。じゃないの俺これ仕事用だよ。これプライベート用じゃん。仕事用また別でしょ？そうですね。これスプーンが入ってるんだよ。何ってスプーンが入ってるんだね。何でかさっきの歯ブラシ、歯ブラシ、歯ブラシ、歯ブラシ2個入ってるでしょ、歯ブラシ、歯ブラシ、歯ブラシ3個入ってるめっちゃ歯ブラシ入ってる、じゃあ俺財布どこにある、財布いくら入っとる、そう入っとるんでしょ、うん、あでもまあまあ入っとるわ、6万6000 6万6000 6万7000 6万8000何ちょっと恥ずかしくね、これこれがあんな坂本ちゃんの後だ坂本ちゃんのこんな感じだ、はい、まあじゃあ皆さんちょっといいんじゃない、どれだけあったんちゃう、十分っす ね本当に、視聴者皆さん、まあ、みんなも頑張って、まあね、個人事業主やってる人、まあ、これからの人いっぱいおると思うけど、まあ、俺やった方がいいでしょ、やってよかったと思うでしょ、まあ、うん、自由だし、ね、自由だよね、うん、その自由を履き違えたからね、責任っていうのが持ってくるからね、そうそうそう、責任が自由の代わりに責任、絶対何かあっても決意はないもんね、これはそうそうそう、言ってもね、そこはやっぱ重要なところだなと思うんだよね、あ、宣伝宣伝、あのね、経営者の人多いと思うんですけど、外役塗装のマッチングサイトも実際に今一般の方も見てもらってますで、登録者が今40人50人、もう1週間2週間で1回放送しただけでそれ来てるんで、はい、ぜひあのブログとコラムをしっかり書いて、はい、だからやっぱりね、そこに問い合わせとか来て、まあ、本当にお気に入りにされてる人とかもおるみたいなんで、はい、ぜひあのマッチングサイトを登録して、で一般の方もぜひ本当に塗装業者が500社450社か500社ぐらいもう正規でちゃんと登録してます。で、仮登録はもっと多いから、ぜひ登録して、あの、外気塗装また、ね、相談してください。まあ、こんな会話の後に、こんな奴らに塗装をお願いしたくないわ。百何十社、あ、400何十社。本当に無料でやってますね。本当にピンアレ入ってないです。はい。マッチングサイトって普通基本はまだ抜いとるけど、面白いもの作ってますので、よろしくお願いします。お願いします。
いいねもよろしく。はい。いいねもよろしく。インスタもね。あ、インスタもお願いします。Yeah.